こんにちは、サラです。今回はですね、こちら2月12日より順次発売している一番コフレすみっこ暮らしすみっこ暮らしコスメティクスを全種類レビューしていきたいと思います。で、私すみっこ暮らし好きなので、あの映画のすみっこ暮らし見たし、あとすみすみっていうアプリゲームもやってるので、今回全部レビューできるのすごくね嬉しいです。一番コフレにすみっこ暮らしが初登場。あなたのポーチの隅っこにそっと忍ばせたくなるラインナップを揃えました、だそうです。で、一番コフレっていうのはコスメやコスメ雑貨だけをラインナップした一番くじでございます。もうね、見てるだけで癒されるし、もうこれは集めたくなる。で、1回840円になってます。それでは早速紹介していきます。で、コスメをテーマにした絵柄でめちゃめちゃ可愛いんですよ、これ。箱も最高に可愛いです。みんなね、コスメは持ってますね。可愛い。なんかメイクし合ってるのかな。はい、まずね、こちらが A 賞のスミッコリウムパクト、猫と一緒です。フェイスパウダーなんですけど、フィギュアが入ったテラリウム風のドーム型コンパクトになってます。すごい立体的なのがめちゃめちゃ可愛い、これ。うわ、後ろ姿もめっちゃ可愛い。どこから見ても、可愛すぎる。仲良くおめかししてるデザインになってて、はい、カラーはナチュラルカラーになってます。はい、パフもこんな感じです。で、鏡もねついてます。で、こちらがラストワン賞のスミッコリウムパクト、トカゲと一緒です。はい、こんな感じです。これは仲良くおめかししているデザインになってて、はい、後ろはこんな感じです。で、こちらは透明なクリアカラーになってます。はい、腕に塗るとこんな感じです。こっちがナチュラルカラーで、こっちがクリアカラーです。そしたらこっち側にナチュラルカラーをのせていきます。見た目も可愛いんですけど、しっかり鏡もついてるし、ちゃんとね、機能的なんですよ。はい、こっちがパウダー塗ってない方で、こっちがナチュラルカラーを塗った方です。めっちゃサラサラになります。そしたらこっち側にクリアカラーのせていきます。はい、こんな感じ。大きな差はそんなになくって、どっちも少し明るめの仕上がりになります。はい、そしてこちらが B 賞のすみっこリップバームです。シロクマトカゲの2種類なんですけど、こちら中身シークレットになってます。はい、こんな感じです。めちゃめちゃ可愛い。シロクマが薄めのピンクで、トカゲがレッドです。で、香りは蜂蜜の香り。そしたらトカゲの方を塗っていきます。はい、こんな感じでシアーな発色ですね。若干血色感が出るかな。学生さんとかにもちょうどいい感じの色味です。はい、次がこちらです。 D 賞のアイカラーコレクションです。はい、中身こんな感じです。上の段の白クマトカゲタピオカデザインはブルベさん向けで、下の段のペンギン、トンカツ、猫デザインはイエベさんにおすすめです。はい、腕に塗るとこんな感じです。はい、そしたらまず固めにこちらのトカゲ青めのピンクをのせていきます。結構ね、ラメが入っててキラキラ感が可愛い。
で、締め色にタピオカを使います。こちらは結構マットな質感ですね。で、涙袋に白クマを使います。で、こっち側のまぶたにまずペンギンで、次にとんかつ、とんかつを下まぶたにも入れます。涙袋に猫を入れます。はい、こんな感じでアイメイク完成です。なんか本当に捨て色がないからどの色も使いやすい。はい、で次こちらがイーショーのおめかし色マニキュアです。こちらも中身がシークレットになってます。全部で10色ありまして、こんな感じのラインナップです。で、今ねジェルネイルしてないので、こちらを全色爪に塗ってみようと思います。はい、10色ですね。2度塗りしてきました。かわいい。なんかね、オフィスネイルとかにも使えそうなカラーから、こういうおしゃれカラーまで揃ってます。はい、次がですね、こちらシーショータピオカネイルオイルです、選べる3種類になってます。はい、こちら可愛いタピオカデザインのネイルオイルです。黄色が柚子の香りで、ピンクがバニラの香りで、水色がミントの香りです。はい、このボトルがねコロンと丸くなってて、本当にタピオカみたい。あ、意外とほんのり柚子蜂蜜みたいな香り。で、次がピンクですね。あ、これもほんのりバニラ。使いやすい香り。で、次水色。あ、ミント一番控えめかもしれない。ちょうどね、爪の付け根がかさついてるので塗ります。あ、いい感じ。めっちゃ保湿された。はい、ということでいかがでしたでしょうか。マスクしていても使いやすいように目元周りのアイテムとか、あとリップバーム、あとオイル系のケアアイテム中心に揃ってるのでめっちゃ使いやすい。で、今回紹介した一番コフレすみっこ暮らし、すみっこ暮らしコスメティクスは2月12日より順次発売中です。こちらの取扱店でくじが引けますので、気になった方はぜひ概要欄をチェックしてください。ということで、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。